はい、どうもエテポンゲです。おはようございます。これは確か今日は、まず監獄にぶち込まれたわけで、んで畑仕事やらされて、あ、そうだ、思い出した。倉庫に行って種取ってこいって言われたんやった。せ、倉庫行くんじゃ。あ、すいません、私6207番。はいはいはい、784番から。はい、わかりました。6207番、すぐに行ってきます。そなた新人かえ天竜人がいる。天竜人だ。うん、若いのに、ない災難だったね。こんな島に閉じ込められるなんて。この島は監獄とハーゴン様の教えに逆らう者が入れられる更生のための施設さね。おばあちゃんか、おばあちゃん。ここは荒れ狂う海の上にポツンと浮かぶ小さな島でね、どんな輩だろうと断崖絶壁に囲われたこの島から逃げ出すことはできないのさ。私はここに40年、やば。キシシ、私もそんなことを考えていたよ。まだ自分の名前を覚えていた頃は。私は料理を作るのが好きでね、いつも料理を作って魔物にもあげてたもんさ。モンバー、魔物との関係を作ったって責められて、この監獄島に入れられちまった。ああ、なるほどね。人間を捨てる、いずれわかるさ。ここではものづくりへの思いを徹底して捨てさせられる。そしていつか希望すら失っちまうのさ。6207番、あんた看守に種をもらってくるよう言われたんだろ。この種を畑にお植え。はい、サンキュー。6207番、すぐに種をまきます。看守殿、見ててください。すぐに終わらせますので、反対側に綺麗にあの分けて植えますんで、こう何個、76、あ、ぴったしかぴったしだ、ぴったんこカンカンだったわ。おい、よし、終わりました。手際がいい。なかなか素晴らしいビルダーだ。教団に逆らった者は何人もこの監獄に入れてきたが、何人もこの監獄に入れてきたが、今までビルダーを入れた記憶はない。はい、しっかり構成します。そして、よし、今日の構成はここまでだ。自分の牢に戻れ。明日も構成だ。看守から夕食をもらうの忘れるなよ。わかりました。すぐに牢に戻ります。ダッシュで戻ります。こういうのをちょっとずつ集めて脱出を企む的な。今ちょっと待って、今のうちに取れるやつだけ取ろう。取れるやつだけ。え、何これ、入れ、え、キー入れれんの、キー食べれ。お、何これ、何ができんの。あ、一個だけじゃ無理なんか。ちょっと待って、ちょ、取れるやつだけ取っとこう。石は無理、キーだ。キーがもうちょっとあれば、絶対何かしらに使うから。これ絶対に、
感じなの。ちょっと延長して、ちょっと延長して草刈りします。雑草抜き、延長して雑草抜きします。これは使える。よし、これを飲ます。ちょっとそこに置かれると、よっ、よし、でこれでツタを取っといて、どういうことよし、これである程度集めといて、いつでもね脱出できるように。ちょっと待って、これ登れんじゃね。抜け道があった。うん、さすがに無理だな。ネズミ返しになってる。これぐらいちょっと集めときゃ。木がもうちょっと欲しいな。これ壊せない。壊せないな。よし、戻ります。ありがとうございました。ありがとうございました。夕食だ、受け取れ。切ってる。ご飯ください。ありがとき幸せ、ありがとき幸せ。キャベツ、俺はしばらく平気だ。得てお前が食べろ。何？なんていいやつ。ずいぶんと余裕じゃないか。よし、しばらくの間貴様は夕食抜きにしてやろう。さあ独房へ戻れ。貴様らの独房はここを出て右だ。はい。あ、ダメだな、監守がいる。なんか落ちてねえか。木くず落ちてない？木くず。はい、戻りました。ここか。うん、だがどう考えても妙だよな。ここは教団の施設なんだろ。なのにどうして物を作らせるんだ。公正っていうのは囚人にものづくりを捨てさせて教団の教えを信じさせることみたいだが、今考えてもしょうがない。とにかくここから逃げる作戦を練ろうか。それもそうだな、ルルたちが心配している。うん、早く帰ってやらなきゃ。キセメ、今口を開いたか。指導キセメ、口を開いたな。懲罰ボイキだ。連れて行ってやろう。俺が連れて行ってやろう。口を開くんじゃないぞ。はい、俺の牢はお前の隣だ。心配するな。だがやっぱり船長のやつの姿が見えない。確かにあいつどこ行った。まあ、こんなにこれだけあったとしても、んどうしよう、食べる？1個食べる。うん、せっかくだね。1個はちょっと置いとこう。普通に寝ちゃったけどよかったのかな。なぜたくさんの種を植えさせたか疑問に思いながらも、得ては眠りに落ちた。自分で壊させるためじゃないの、育てたものを。3日目、朝から大雨で得てたち囚人は三号房全体の掃除に駆り出された。そして4日目、心を折ろうとしてんじゃないの。点呼の時間だ。はい、わかりました。6207番です。
行くぞ。こっちへ通れないしな。どうするんだろう。ちょっと待って、ここは？お、なんだこれ。こっちから入れる、こっちから入れるやつ。くしゃみが。行こう。遅れました、すいません。うん、さあ、今日も腐り切った自分の心を破壊すべく構成に励むのだ。楽しみだな。数日前に植えたキャベツがそろそろ育っている頃だろう。さあ畑に向かえ。嫌な予感しか。あ、それ壊せる。回収。さあ、美味しく美味しく出来上がってるかな、僕たちのあのキャベツ。僕たちがね、丁寧に丁寧に育てたキャベツが美味しく美味しく新鮮に育って、普通に育ってるじゃん。普通に育ってるやん。普通に普通に育ってるやん。あれ、どうすんのこれ、取っていいの。はい、見るがよい。6207番貴様が作ったキャベツをなんとも、美しく育ったものだ。3日間よくぞキャベツを作り続けた。今日は構成の第一歩を踏ませてやろう。貴様が作ったキャベツ畑の真ん中に積み荒が見えるな。はい、あります。目の前の光景を見届けたら報告です。なんてやつだ。監守殿、これは一体、監守殿。なるほどなるほど、新鮮なキャベツを真ん中に火をつけることによって温め、そして収穫せずともキャベツの炒め物を作れるという画期的な、さすがだ、さすが監守殿。キャベツが燃えてる。せっかく元気で育ったのに全て無駄だったのか。収穫を楽しみにしてたのに、こんなのってないだろう。信じられない。君が種を植えたんじゃないのか。こんな簡単に燃やすなんて。さあ、私のところに報告に来い。違う、これはみんな聞いてくれ、これは違う。これはキャベツを燃やし、ただただ燃やしたわけじゃない。この畑が死にかけていた。そう、畑にキャベツを食わしてやったのだ。そう考えよう。いいな、いいな。よし、監視の終わりました。はい、燃やした気は実に爽快でした。はい、気持ちいいです。何、なくなったらまた作ればいいだと。強がりを言いよって。今日の労働はここまででいい、夜まで自分の破壊と向き合い自問自答しろ。わかりました。キャベツを作らせておいて自分の手で燃やさせるなんて、あいつら何を考えてやるんだ。この3日間お前はずっとキャベツを作ってきたのに全部無駄だっちゃ。無駄じゃない、無駄ではない。無駄なことなどありはしない。なえで前に種をくれたおばさん、やけに物知りそうだった。あのおばさん、ばあさんに話、おいよ。そうだね、働けよお前、働けよ。ばあさん、ばあさん。ものづくりがいかに虚しいものか身をもって分からせようというのじゃろう。ものづくりは執着を生む、執着は恐れを生み、恐れは憎しみを、憎しみは絶望を生む。それゆえに波紋教団はものづくりを悪とし、その教えを広めておるのさ。ふん、いや、そんなことはない。ハーゴン教団は非常にいい人たちだ。ババア嘘ついたらお前ぶち殺すぞ。
ハーゴンは破壊の真理を司る大神官。しかしこの世界にハーゴンの姿を見た者はいないという噂さね。魔物どもは姿を見たこともない奴のことを信じてやがるのか。ここにいいんじゃんだって。ハーゴン、ハーゴンの進化系の指導君が。おとなしくしていればすぐに慣れて、私のように、何も感じなくなるさ。ベンチがある。そこに座ってぼんやりしていればすぐに時が過ぎて夕方になるさ。はあ、これね。ここ何なの？ここは何なの？ここは一体、そうか倉庫だね。ここはお、なんかここら辺壊せるじゃん。ちょっと回収しとこう。あ、作業台があるじゃないか。作業台があるじゃないか。これ見つけちゃってよかったのかな。なんか段取りをぶち壊してる気がしないでもない。まあ何も作れないけど。何これ、革袋。毛皮が足らん。やった、立てた、イエー。やった。よし、ぼんやりしとこう。ぼんやり防ぎバッチ。夕方まで待つか。いや、ここで選択肢が出るってことは何かしろってことじゃないのか。なるほどね、何かしろっていうことで。まあけどここで作れるものは革袋のみってことは、毛皮をワンチャンどっかから入手。ちょっと料理しといて。こっち行ける？行けない。すいませんしゃ、すいませんしゃ。二度とないようにします。こっち登れないし。なんともいないもんな。とりあえずこれももらって、でこれも入れちゃう。これ入れちゃう。これ何ができるの、これ。お、これ初めて作る。これ何ができる。あ、毒消し系のなんかだっけ。何これ、魔物の餌。これは何かあるな。なるほどね。これを渡す。これはこれをこれでちょっと通してくれませんか。うろうろしてんじゃねえ。渡すっていうボタンが渡せない。渡せるやつがいるってことだろう。ここではまだとりあえずこれを使わなきゃいけない場面が来るっていうわけか。
ってことは、まあまあもうワンセットぐらい作ってちょっと置いとこうか。入れて、はい、違う、はい、でぼんやりする。うん、これが鍵になってくるな、この魔物の餌が。自分の牢に戻れ。明日は更生だ。監視から夕食をもらうのを忘れるなよ。はい、入れといて。うん、飯をください。キャベツ。貴様は今日も夕食抜きだ。大丈夫なのかシド、お前。無理なんか、無理か。これを誰に渡すんだろう。いけない、宝箱があるのに。こっちも無理。どこも行きゃできないね。ダメだ、渡すコマンドが出ない。戻ろう。で、これ食べちゃう。よし、はい、戻ってきました。今日も退屈で無駄な一日だったぜ。なんだってこんなことを。すぐにでもここから抜け出したいが、なかなか隙がないな。だがいつかきっとチャンスが来る。その時はここから脱獄しようぜ。ああ耐えろ、今は耐える時。何かないか。何もないな。道具。松明持ってんじゃん、これ。どうすんの。あ、そっか、もらったんだった。燃やす時に燃やす時にもらったんだったな。こうして監獄島に連れてこられて4日が過ぎた。空っぽ島でルルたちが待っている。いつまでもここにいるわけにはいかない。エテは島から脱出する決意を胸にそっと目を閉じた。俺が一番だ、今日は。今日は俺が一番、俺が一番だ、今日は。やばい、やばい、スタミナが。こいつだ、あ、待て、俺が一番だ。俺たちが一番だ。はい、よし、来た、勝った。昨日は素晴らしかった。ミナが作ったケブスが燃え上がる光景、私も見ていたぞ。自分が作ったものを自分の手で破壊する、これ以上崇高な行いはない。さあ今日も腐りきった自分の心を破壊すべき構成に励むのだ。よっしゃ。反抗的な目がいつまでも持つか楽しみだな。反抗などしておらぬ。こっち、とりあえずこれ回収して、でキャベツ入れて料理しといて、よし、着々と準備を整えていく。隊長、またこの畑でキャベツを作らせて。やったぜ。今回は最初から32。はい、やったぜ。まあ、神はですね、確保したところで
持っとったらキャベツを作り放題か。まあ、畑があればの話だけど。感謝の早速燃やしておきました。え、キャベツを燃やしたくてうずうずしておるのだ。はい、もう早く燃やしたいです。時間を持て余すと自ずと己のことを考えてしまうもの。公正に励む囚人にこそ自由な時間が必要なのだ。はい、どうする？指導。偉そうに何が褒美だ。だが確かに退屈な時間があると余計なことを考えちまうよな。そういや俺は結局どこからどうやって空っぽ島に来たんだ。そしてどうして俺だけが物を作れないんだ。何？変なことに考えを巡らせ始めたらあの監視の思いつぼだと。ち確かにお前の言う通りだな。危なかったぜ。そうだ、そんなくだらないことよりここから脱獄する方法を考えようぜ。ここにいる囚人どもなら脱獄の方法を知っているかもしれない。あいつらに話を聞いて回るんだ。こんなバカどもに話聞くのか。結局ここにいるってことは何も知らずに一生ここで食いぶちをこうやっていくやつらだぜ。指導、こんなやつらほっといてどっか行こうぜ。遊びに行く、サッカーしようぜ。グラウンドでサッカー。もうすぐだ、もうすぐなんとかなる。そう思わせておいて一気に潰す。効果的なやり方さ。メンタリスト的なやり方。マインドコントロールってやつだね。何か手はないかだって。なんて恐ろしいことを言うんだ。そんなこと口に出すだけで懲罰棒送りだよ。懲罰棒には凶暴な大木槌が入れられているらしい。そんな魔物の隣になんか入りたくない。君たちは自由時間かもしれないけど僕たちは労働の時間なんだ。もうあっち行ってくれ。ほーん、なるほどね。ってことは自ら懲罰棒に行く案件だねこれは。はい、この畑の連中は最近監獄島に来た人たちばかりだからね。倉庫版のモンバーもとい784番だ。もし君たちが自由時間なら話を聞きに行ってもいいんじゃないか。モンバーね。ベベ、違う、どいて。ベベ、ずいぶんのんきに歩き回っているね。ここは監視は厳しいが、思いのほか自由な時間が約束されているのさ。それも連中の狙いなんだろうがね。狙いだと。飴とムチして、あんたら私に何か用かい？この監獄島を抜け出す方法を知りたい。言っただろ、この監獄島からは決して抜け出すことはできない。いくらあんたがビルダーでもこればっかりは。ビルダー？あれはスライムだ。え？この島にもいたんだな。うん、このスライムあんたに興味を持っているようじゃ。なんと趣味の悪いものが試し、あんたにこれをやろう。何これ？魔物と仲良くなろう。魔物使いの指輪。それは私が監視に取られないように隠しておいた指輪さね。魔物使いの指輪を持っていれば魔物の餌を使うことができる。さあこのスライムに私の胸元で温めておいた魔物の汚ね餌だ。
もう持ってるし魔物の餌いっぱい、うん、倒した後起き上がり、あ、そういうし、あ、魔物仲間になるシステムあるんだ。時間、え、はい、手なずけた。おー、いいね。よし、これで魔物たちを集めてエテポンゲ軍団を作ろう。名前を入力してください。マジで？え、これさ、普通にさ、え、モンスター仲間なるの？めっちゃ楽しいじゃんそれ。1匹目の仲間、スライムの、え、いや、けどね、やっぱね、まあ、つけがちだよね。スラリンとか、スラッチとか、スラボーとか、つけがちだけど、うん。もっと、そんなんじゃね、弱い。それは弱い。もっと強い名前つけなきゃ。破壊とかにしよう。破壊。で、強い。こいつは強い。大体ここでスライム、ね、ストーリーやってるスラッピーとかスラッちゃんとか、ザコい名前つけてんだろうなみんな。え、俺の名前、俺様の名はスライハルドってんだ。勝手に変な名前つけんじゃねえ。だからまあ破壊ってのも悪い名前じゃねえ。あんたの好きに呼びゃいいさ。うん、マーカスに懐いていた。あんたビルダーなんだろ。俺が脱獄の手助けをしてやんで、ビルダーと俺様なら絶対できる。スライム風情が偉そうに。目つきの悪いあんちゃん、こいつのダチなんだろう。俺様があんたを逃がしてやるぜ。脱獄ってのは太陽のもとでやるもんじゃねえ。今日の夜から作戦開始といこう。もし夜まですることがねえなら、あそこのベンチで休みゃいい。座ってりゃすぐに夕方になるぜ。貴様らがうろちょろしてると監視どもに怪しまれちまう。夜になるまであんたの服の中に隠れさせてもらうぜ。うん、おさて、どうやって、うん、そうだね、もう別にすることもないし、キャベツもないしな、まあ、食っとこう。よし、オッケー。退屈で我慢できないぜ。お、待つよ。早速脱獄の準備をしよう。はい。で、キャベツここでもらえるかな。キャベツもらって調理しとこう、ここで。よし、今日も言う。ずっとなしじゃん。やば。シド大丈夫か、お前。死ぬど。よし。こっちだ。ただ、今回はシドの服の中にスライムが一匹混ざり込んでいる。え、けどそうなると、指導の部屋の方にスライム行っちゃうよね。いいのかな、それで。こいつ何もできないよな、ものづくり何もできないから、うん、無能、無職だよこいつ、無職。あの生意気なスライムがどこまで役に立つかわからないが、なんとか脱獄して島に帰ろうぜ。実はな、あいつらに、任せてきたピラミッドのことも気になってるんだ。ミルズやオンバあたりは俺がいないとサボるかもしれないから。いいやつだ。なんていいやつだ、シード。さあ、主人どもさっさと自分の牢に入れ。仲間思いのいいやつだった。はい、よし、明日も、明日朝早いしな、明日も。そう、寝よう、もう明日も。いや、ごめん、明日も朝早いからちょっと寝るわ、俺。うん、
何をルボッとしてやがるんだ。あんたここから抜け出してんだろ。実はあんたのこの部屋はちょっとした仕掛けがあんのさ。部屋の中をよく調べてみな。オッケー。ここに手をこう SM 動画で使うやつがあります。何があんの。まあ、確かここちょっとくぼんでるなってのがあったよ。なんかあんの。ん？壺。はい。何もねえじゃねえかよ、バカタレ。え、何もありません。はあ？あんたならどうに。おお、おお、土は？土は壊せんだっけ。おお、いけんじゃん。うん、よっ。あ、これけどこれ取ったら戻ってこれなくなる。ここ取っちゃう。よし、取っても大丈夫かなこれ。あ、やっぱここは取っちゃダメだな。なんかあった時の脱出ルートはちゃんと確保しとかないと。地下室。ここは俺の古いたちがコツコツ掘ってた穴でな。うん、そこのつぼりヒントがあるんで、まずは中を調べてみる。はい。だけどちょっと取れる土は取っといた方がいいよな。しかもこっちなんかあるし、なんかあるし。とりあえずここは開けて、んーと、壺に何かある。はい、なんと壺の中から汚れた紙切れを見つけた。何かのメモ。そんな汚ねえもん高々と書きやがって。以前のテーブルにおいて何が書いてある。おい、こっちはじゃあ何もない。紙切れ。ん？脱獄計画。脱獄してきた男、人呼んで脱獄の王。私は今夜誰一人抜け出したことのない、監獄島からの脱獄に挑む。懐いてくれたスライムを島に残していくのは残念だが、私は脱獄の王、脱獄こそ私こと脱獄なのだ。私は必ずやり遂げる。しかし、もし道半ばで倒れたら、誰かが私の意志を継いでくれると嬉しい。脱獄をマーカス。はあ。しかし、脱獄は失敗に終わり、奴はそのまま行方不明。はあ、あいつの意思を継ぐやつを待ってたんだ。うん、いいよ。またまあまあまあ、うん、一致してる。別に脱獄王になる気はないけれども、脱獄するという
そこは一致してる。こっちなんか絶対あるだろう。ちょっと話、この島は荒れ狂う海の中にある。もし牢獄から脱出できても船がねえと脱獄が成功しねえのさ。船ごと教団にとっ捕まっただと。こいつはいい。その船が島のどっかに残されてりゃ、そいつを使って脱獄できんな。それにしても船での航行は教団が禁止してるはずだぜ。あんた緩い顔してやることやってんだな。船はどうにかなる。牢獄から出ることを考えよう。はい。マーカスが作った抜け穴があるはず。素手でも壊せる砂の壁を探してみて。俺、ああ、もう壊してるそこ。はい、すいません。先に壊しちゃいました。破壊殿。マーカス、これがマーカスか。マーカス。キノコ取っといて。でこっちだろうな次。このブロックが何かしらに使うかもしれないからな。集めておいて損はない。骨がいっぱい。これもマーカス、あれもマーカス、これもマーカス。だけどこのキノコも食べれないんだもんな。魔物の餌は作れるけど。掘ったんだマーカス。よっ。あ、けど骨もなんか使うかもしらんやな。壊せん、壊せない。ん、ここか。あれあれ、行き止まり？お？行き止まった。こっちか。違うな。うん？うん。ここまでだぜ。ここだけなんかちょっと変な感じするけど。あ、あった、ここか。オッケーオッケー。あったあった。あ、なんとなくわかった。ここあれじゃない？あ、全然違うかった。全然違う場所だった。ここは？建物の中に出たな。何があるか調べてみようぜ。うん、これ回収。おいおい、てめえら近場ね。死んでんの、死んでんの俺。ここに、ちょっと待って、そこ、なんかあるはずだ。何かあるはず。何ここ。誰かいる。誰かいる。これは？はい。天国の炉。おい、おい、さらばえて死んだ者、道、運悪く死んでしまった者はここで弔われる。死して剣士となりハーゴン様に仕える。書かれた文字はここで。まさか
転生の儀が行われてんのか、ここで転生の儀が。上はまずい気がする。こっちだな。これは死亡、死亡。君は生きてんのか。あ、船長船長じゃん。死体じゃねえのかよ。ずっと眠ってたらしいな。死体だと思われてここに入れられたんだろう。どこでやすか。足は大事な、足の大事な船はどこでやすか。あんたの船の船長だな。おっしゃ、船長も一緒に来い。この建物の中をもっと調べるんだ、うん、調べるんだ。ちょっと待って、あ、まだ大丈夫。よし、お、こっから外が見える。とりあえず階段登ってみるか。こっちしかないよな。マークがなんかそっちから上だね。オッケー。ちょっとずつ警戒しつついくぞ。脱獄にはいろいろと準備がいる。ここから出入りできれば便利なんだがな。スライムに鼻があったと驚いたと気にすることはそこかよ。あんたはいまいち緊張感がねえな。やばい、感謝、隠れろ。猫、よし、今日のところはここまでにしておこう。忘れんな、俺様たちは囚人なんだ。朝に選ぶ前に牢屋に戻っときゃならない。ひとまずここの扉を見つけられたのは収穫だったな。あとはどうやって扉を開けるか考えよう。ただ今日のところはあの地下道を引き返して独房に戻るんだ。おい、オッケー、戻ると、シュッ。前から聞こうと思ってたんだけど聞けなかったことがあったんです。ハーゴン教団はロトの血を引く三勇者が倒したやしょ、倒したんでやしょ。はい、船長さんよ。船長って決まったセリフを吐くもんだろ。あんたちと個性が強すぎんぜ。うん、うるせえ船長だな。いいか、脱獄するためにはあんたとあんたの相棒の協力が不可欠だ。分かったら死の頃言わずついてきな。このスライム口が悪いでやすね。エッサンは口が悪いのが好みでやすか。やす、オル様とヤス船長は先に戻ってる。うん。元来た道を戻って独房の近前。いや、独房に人増えたらおかしないか、それ。人増えちゃうよ、独房に。あ、地下で待ってるってこと？この。ちょ。ここで待機しておくってことか。うん、通路から焼却場に行けば外に出られる可能性がある。うん、鍵さえあれば。オッケー、鍵ね。ってことは鍵をなんとか見つけ出さなきゃ、奪わなきゃいけないってわけか。うん、なかなか物分かりがいいじゃねえか。伊達に引きずるじゃねえな。そのためにまず鍵をどうにかして、あそこはあんたに任せるぜ。うん、オッケー。床を砂で埋めて、わらベッドを組んだ。オッケー、わかった。
シュッシュッシュッと、と、と、違うみたい。ちゃんと埋めなきゃいけないみたい。ちゃんとな、うん、はい、あんたとならきっと果たせるぜ。いや、エディと言ったな、一緒に必ず脱獄を成功させようぜ。よし、これで顔を入れて、これで寝たら OK なんか。だがしかし一旦ここで区切ります。次はだから寝て、であの扉をの、あ、どうにかして船探し出して脱獄ってわけですね。はいはい、では、ご視聴ありがとうございました。